Thank you.
地はありません。動くな。飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。見切りました。
金魚飼ったことある？大人しゅうてめっちゃかわいいんやで。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。追加料金が必要です。
そろそろ集合の時間だぞ。早く行こうぜ。今日はどんな展開になるのか楽しみだな。So that's mean all this time I'm talking to myself. By the way, welcome to my channel. So, yep, I'm gonna see you guys at the end of the live stream. I already want to start this thing. Today's weather report. It is sunny day from the morning until the evening.And I have orange right now, which is quite hard to build it using because the skin, the orange is big. So I'm gonna meet you guys at the end of the live stream. Sheesh, I thought I'd talk to all you guys.揃ったようだな。始める前に前回の議論の続きでもしておいてくれ。お茶を入れてくる。いやいや、そんな場合じゃないだろ、クロリンで。オイラたち、なんでこんなとこにいるんだよ。分厚い壁、冷たい鉄格子、薄暗い照明、どう見てもここ監獄だろ。セッティングには随分とこだわったようだが、シナリオの作者はメロピデ要塞を訪れたことがないと見える。この場所を選んだのはシナリオにそう書かれているからかい？残念ながらそれは教えられません。クロリンでのその笑み、なんかゾッとしないか。何はともあれ、引き続きストーリーを進めていく必要がありそうだね。当面の問題はこの財産をどう処理するかだ。もしファントムハンターの称号が不必要な猜疑心を引き起こす懸念があるのなら、僕たちも名前を伏せるのはどうだろう。クロリンデさんの師匠みたいに。うん、あまり目立たない方がいいと思う。肝心なのは人々を助けることなんだから。私を見ても無駄だ。もしくはお茶のおかわりが欲しいのか。大丈夫だぞ、ありがとな。ナビア、さっきからずっと黙ってるけど、どうしたんだ？ん？それ、なんだ？ああ、これね。昨日クロリンデが言ってた探検よ。出てきたから。よく見つけ出せたな。当たり前よ。あんなタイミングで渡されたら、保管しないわけにはいかないでしょ？うん、それでどこまで話し合ったっけ。そうそう、私脱獄の方法を考えてたの。穴を掘るか監視を買収するか。もうそこまで考えてたのか。遅かれ早かれ対策は必要でしょ。降らぬ先の傘ってこと。よし、オイラ決めたぞ。お宝をみんなに配ろうぜ。もしオイラがお宝を独り占めしたせいでみんなが監獄行きになったら、おやつを食べても
もちっとも美味しく感じないと思うしな。意見が揃ったようだな。では始めよう。ゲームマスター、箱の周りに溢れちゃってたお宝も全部きれいに拭いて持ってくぞ。わかった。宝物を残さずカバンの中に入れたあなたたちはずっしりと重い戦利品を背負って王都へ戻った。町は相変わらず重苦しく暗い雰囲気に包まれていたが、あなたたちの心境には少し変化があった。あなたたちは日差しの届かない場所を歩き回り、年寄りや子供、ボロボロの服をまとった者など助けを必要とする者たちに手を差し伸べ、もらを分け与えていった。ありがとう、お優しい方々。老婦人が優しい眼差しで答える。振り返ると彼女は互いの姿が見えなくなるまでずっとこちらを見守っていた。カバンの中のモラはまだ随分残っている。配布作業はあまりはかどっていなかった。あまりここに長居してはいけないってことかな。邪悪な魔法使いの問題もまだ解決していないし。前広場で会った男に配るのを手伝ってくれないか頼んでみるのはどうかな。責任感のありそうな人だったし、僕たちよりも住民のことをよく知ってるでしょ。男を探しに広場へ向かおうとした。その時だった。皆様お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼らは小走りに駆け寄ってくると礼儀正しく敬礼した。こんにちは。もしかしてアフタヌーンティーにでも誘ってくれるの？ご冗談を。とんでもございません。我らが国王陛下があなた方に会いたがっておられます。案内いたしますので、どうぞこちらへ。嘘って可能性はないかな。はじめから大臣については調べる予定だったし、国王本人に会えるというのはまたとないチャンスじゃないかい。行きましょう。もしも何かあったら王宮をひっくり返してやればいいだけの話よ。それは過激すぎるだろう。しばらく話し合った後、あなたたちは衛兵に向かって首を縦に振った。彼らは王宮内にある謁見の場へと案内してくれた。ホールの両側には金メッキの机や椅子、高そうな骨董品、そしてガラス製の低いキャビネットと銀の食台が所狭しと置かれている。どれも普通サイズだが、広々としたホールに並んでいると現実離れした光景に見えた。豪華だな。シンクの玉座には華やかな服を身にまとう年老いた国王が座っている。頭上にいただく威厳ある王冠の中央には鳥の卵ほどもある大きな宝石がはめ込まれており、あらゆる方向に光を反射させていた。陛下おいでになりました。暗い色を身にまとった大臣らしき男が身をかがめ、手で口を隠しながら国王の耳元で囁いた。男はすぐに両手を下ろし、背筋を伸ばして玉座のそばに立つと、さりげなく視線をあなたたちの方に止めた。国王はあまり意識がはっきりしていないみたいだ。そばにいるあいつには気をつけた方がいいだろう。国王は一言も発さなかった。遠路はるばるお越しいただき、感謝申し上げます。あいにく陛下は日頃からの激務でお疲れですので、我が国の宰相である私が
代わりに皆様をお迎えいたします。あなた方ファントムハンターは優れた剣術で王都周辺の魔物を追い払ってくださったとのこと。まことであれば褒美を与えるにふさわしい行いです。しかしこの目で確かめたわけではございませんので、皆様方から直接お話を伺わないことには事の真偽を判断できかねます。嘘なんかつくわけないだろ。まあお前が聞きたいなら聞かせてやってもいいぞ。魔像の剣は木を丸ごとぶった切るほど強かったんだ。百戦錬磨のオイラたちですら結構苦労したぞ。詳しいことまで話してやったけど信じる気になったか？ええ、生存者の話とも一致しています。魔物を倒したのは皆様で間違いないと信じましょう。ところで魔物から奪ってきた宝物は皆様がお持ちなのですか？確かに持ってるけど。ん？どうして宝物の存在を知っているんだ？そうですか。ならばお渡しいただきましょう。それは我が王国の財産ですので。魔物を追い払った行為は褒美に値すると先ほどおっしゃっていましたね。宝物はその報酬の一環ではないのですか？はは、確かにそう申し上げましたが、順番を間違っておられるのでは？国王陛下がお与えになる場合は褒美ですが、陛下の承諾を得ずに国の財産を無断で持ち去る行為は犯罪ですよ。そんなの屁理屈だ。そうだぞ、オイラたちがいなかったらこの財産は埋もれたままだったんじゃないか。しかしその財産を届けでもなく勝手に処理したことは紛れもない事実ですよね。どうされました？誰も答えてくださらないのですか？伝説のファントムハンターともあろう方々がまさか王国の財産を横取りする算段ではないでしょう。華やかな衣装に身を包んだ国王は両手を椅子の肘掛けに置いた先ほどの姿勢から微動だにしていない。うつろな目は王座の元の出来事に一切関心がないようだった。見た感じ宰相が悪い魔法使いなのかな。あるいは宰相も国王も両方悪い魔法使いに操られているとか。周辺の衛兵の数を観察させて。王宮内には完全武装で真剣な面持ちをした衛兵たちが立っている。険悪な雰囲気を察しているようで、腰に刺した剣を握りしめたその姿勢はいつでもあなたたちを包囲する準備ができているようだ。私が一暴れできるような状況じゃないみたいね。誠に残念だ。蓋を開ければファントムハンターの名義を借りて不義を働くものだったとは。全員王城の地下牢に連れて行け。あなたたちの処分を決める前に外にまだ仲間がいるかどうか調べねばなりませんね。でもこの衛兵たちを敵に回すのは。心配しないで。少なくとも黒幕は分かったんだから、タイミングを見て行動すればいい。大悟、怖いなら私の手を握ってていいよ。お前ら優しいな。衛兵たちに前後を挟まれたあなたたちは抵抗しないことにした。地下牢の天井から滴り落ちる水滴が肩に落ち、
すぐ近くから腐敗臭が漂ってくる。この時初めて今までとは全く異なる世界に来たことをあなたたちは実感した。おとなしくしていろ。衛兵は扉の錠を下ろすと振り向きもせず去っていった。待て。その声は滴り落ちる水の音とともに暗い牢屋の中に虚しく響いた。どうすればいいんだ。もちろん自分たちの手で運命を切り開くに決まってるでしょ。武器を取り出すわよ。そう言って腰のあたりを触るが何もつかめない。そうだった。牢屋に放り込まれる前、衛兵に武器をすべて没収されたのだ。配り終えていなかったお宝も同じく持ち去られている。私がブーツの中に忍び込ませたナイフは？いつ忍び込ませた？穴を掘ろうかって考えてた時よ。却下だ。あの時ゲームマスターに伝えていなかっただろう。それに衛兵は徹底的にボディチェックをしたはずだ。僕たちの見える範囲に鍵はないのかい？ああ、鍵穴にすら触れられない。なすすべなしか。そうですね。え？なんでクロリンデがそんなこと言うんだよ。事実だからな。脚本にはここまでしか書いていない。ひどい脚本だな。ああ、本来ならこういう時は何らかのヒントやゲームマスターにしかわからない暗号などが現れるはずなんだが。もしかして牢屋に閉じ込められる気分を存分に味わわせるためとか。絶望しそうになった時に新たな道が現れるんじゃない？その可能性はあるな。現実の牢屋にもお菓子とお茶がこんなにたくさんあればいいのにな。あ、でも運が良ければメロピデ要塞の食堂ではもっと美味しいものが食べられるんだった。そういえばナビアが持ってきた探検だけど、よく見たら今の時代の作り方とはちょっと違うような。僕の覚えている限り何百年も前に流行っていたスタイルだった気がする。クロリンデさんの師匠の剣だって言ってたね。クロリンデさんの師匠も長く生きてる方だったのかい？そんなことはないと思う。師匠は時に子供よりも幼稚なことをする人だった。おそらくこの剣は代々受け継がれてきたものだろう。そんなに貴重なものだったの？なのにあの時あんな風に私に預けるなんて。私がなくしたらどうするつもりだったのよ。師匠にもらったものなんでしょ？師匠はいろんなものを残していった。古い鍵や剣、それから彼女が持って行きたくなかったであろうガラクタの数々。あの時は私たちの友情がそのまま終わってほしくなかったんだ。あの時って一体いつだい？カーレスさんとの決闘の後です。それまではよくうちでご飯を食べたりスピナディロースラに泊まったりしてたからパパとも仲が良かったの。でもその件の後お互いどう向き合えばいいかわからなくなっちゃって。クロリンデはこの件を私に預けてから二度と訪ねてこなかった。ま、あの時は悲しみに浸ってたから。そういう時っていろんなことを考えちゃうでしょ。もしペトロニラさんがピクニックで私たちを出会わせなかったらこんな悲しい思いはしないで済んだのにって、この件を見るたび思ってた。私はパパを失った上に大切な友達まで失ったって。過ぎたことはやり直せない。でもこうしてまた一緒に過ごせるようになって僕は良かったと思うよ。うん、その通りだね。すまない、悲しいことを思い出させて。ううん、あんたたちのせいじゃないんだから。ん？
ああ、脚本が届いたようだ。助かった。このタイミングで届いてくれて、いろんな意味で。鈴木がいい方向なのか悪い方向なのか、こいつの表情からは全く読み取れないな。滴り落ちる水滴が止まる気配はない。暗い地下牢で時の流れを測る手段を見つけることは困難だ。藁の匂いとカビや錆びた鉄の匂いが混じった悪臭にも慣れてきて、襲い来る絶望と睡魔の間で意識をさまよわせるようになった頃、扉の外からかすかな足音が聞こえてきた。みんな気をしっかり、誰かが来るみたいだ。皆さんこちらへ。どうか声を抑えて。今はこうして地下牢の監視をやっていますが、本当は皆さんと同じファントムハンターです。え？しっ、他の監視は引き離しましたが、大声を出せば。分かってる。でもどうして君の話を信じられると思う？国王の命令が下りました。確かな物証がある以上、明日日が昇る前にあなたたちを処刑するようにと。逃げるなら今しかありません。処刑？こんなちっぽけなことで？もしかして宝物の付近に魔物が現れたこと自体罠だったのか？皆さん、今そんなことを考えても仕方がありませんよ。私の正体については証明する術がありませんが、王城内部に潜入することは極めて困難で、私はかなりの代償を支払ってここまでたどり着きました。しかし今はそんなことを言っている場合ではありません。皆さんもよくお分かりでしょう。監視さん、ここに来る途中、私たちの武器を見なかった？はい、全部持って参りましたので、ご安心ください。扉のこちら側に置いてあります。しかしこのような武器だけで黒幕を倒すのは到底不可能です。奴の勢力はあまりに強大です。衛兵だけではありません。王宮の中には奴の魔像が置かれた専用の部屋まであります。彼を倒すためには隠し方向へ行って、かつてのファントムハンターが残した宝物を手に入れねばなりません。それは邪悪な魔法使いを倒す力を秘めた宝物だと聞いています。君は一緒に行かないのかい？はい、皆さんを脱出させた後、私はここに残って他の監視の相手をしなければなりませんので、皆さんの行方を追う兵力も引き離しておかないといけません。私の正体がバレない限り、決戦の時には多少お力添えができるかと思います。では君も安全には気をつけてくれたまえ。はい、お気遣いありがとうございます。宝庫の位置はこちらの宝の地図に。うん、よし、覚えた。では扉を開けますので、音を立てずに私についてきてください。迅速にここから出して差し上げます。最後に一つお願いです。どうか我々ファントムハンターの名誉を取り戻してください。くれぐれもお気をつけて。監視の助けによってあなたたちは無事地下牢から逃げおせた。無力感と心臓が高鳴るほどの緊張感からも脱することができたのである。あ、そういえば技能を使うのを忘れてたぞ。召喚は一体どんな時に使えばいいんだ？
残念だが、やり直しはなしだ。書いてあった場所はここね。ん？この岩、なんだか怪しくないか？怪しいものは調べないとね。それか、爆発させちゃうか。おいおい、本当にやるのかよ。目の前に音もなく湖が現れた。水面は一級品の宝石のように青く光り輝いている。こういう時ってつい潜りたくなるな。いえ、何でも。ファントムハンターたちは洞窟の中へ入っていった。静けさと神秘的な雰囲気に包まれた狭い通路が奥へと伸びている。扉が立ち塞がっているね。それにしてもこの大道具、作りが素晴らしいな。本当の年代物みたいに見えるよ。あれ、下にあるのって扉とつながってる仕掛けかしら。対応する模様に組み立てればいいんじゃない。石の扉に刻まれたあの模様、師匠から聞いたことがある。ん？どうしたの、ゲームマスター？ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、ついに宝の地図に示された場所へとたどり着いた。宝が鎮座する古代遺跡だ。辺りは静まり返り、穏やかな空気に満ちている。今まで一度も呼び起こされることなく深い眠りについていた秘密の安らかな寝息が聞こえてくるようだった。そんな描写を聞いたら飽きづらくなってきちゃったぜ。でも邪悪な魔法使いを追い払って王都の民を助けるためには宝物にも光を浴びてもらわないとね。そうそう、リネの言う通りよ。王都の未来のためにここで立ち止まるわけにはいかないの。ゲームマスター、次は謎解きよね。自由に探索していい？ああ、問題ない。何かおかしいな。まあ臨機応変に動くとしよう。進展あり。僕も一つ解けたよ。
くいったね。何かが現れた。新しい仕掛けかな。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、自分たちが過去の秘密を受け継ぐに足る人物であることを証明した。そして彼らの目の前には、目の前には一本の鍵。この扉を開ける鍵だね。これはファントムハンターに代々受け継がれるという鍵。師匠からもらったのと同じだ。鍵を完成させるためには全部で4本必要だと聞いた。すでに手に入ったのは3本ということは。ん？どうかした？キーな音が響いて遺跡の明かりが突然消えた。どうなってるんだ。トラップにでもかかっちゃったのか。ファントムハンターの皆は目をつむってくれ。光のない洞窟の中では何も見えない。ちょっとは見えるけどな。ああ、そうだよな。ごめんごめん。暗闇の中、とある足音が聞こえてきた。僕たちの他に誰かいるのか。何も見えないし怖いよ。バレましたか。この声は。声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれたあの看守だった。どうやらファントムハンターの残した宝物を奪いに来たようだ。なんだ、演出か。ふう。何も見えない状況じゃ戦いようがないし、一旦撤退しようよ。演出なんかじゃない。奴の剣の持ち方、おそらく本物のファントムハンターだ。撤退？そんなの私たちのスタイルじゃないでしょ。見えないのは相手だって同じ。戦うよ。行動決定。明かりが再びついたと伝えるまで目を開けてはいけない。暗闇の中で戦うこと。了解。では戦闘開始。そろそろ目を開けてもいいかい。手強い相手だが、そろそろ決着がつきそうだ。しかし未だ明かりは灯らない。まだ灯らないの？最後の一撃。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。
その招かれざる客は4名の勇敢なファントムハンターによって倒された。奴の目つき、負けてからまるで別人みたいだ。え、君はフロリアン？あ、しまった、テトシアなんだから芝居をしないと。コホン、宝の地図をくれた看守さんじゃないか。名は何という？どうして僕たちを襲った？町の平和よりも宝の方が価値があるとでも言うのかい？町？平和？そんな全部嘘ですよ。私、このフロリアンはファントムハンターです。代々続いてきたファントムハンターを受け継ぐものなんです。本名を言っちゃってるぞ。いや、もしかして最初から劇中人物の名前を名乗ってたのか？ならなおさら理解に苦しむね。君もファントムハンターならなぜこんなことをする？世の中の人々のために戦うべきじゃないのかい？あなたたちに何がわかるというのですか？今日のファントムハンターに名誉なんてものはないのに。どういう意味？私の剣術は父から教わったものです。ファントムハンターだった父は名を隠し、私を連れて森の中で暮らしていました。そんな父を待っていたのは何だと思いますか？貧困、苦痛、そして人々に忘れ去られる虚しさ。父の死を悲しむ者さえ誰一人いませんでした。ファントムハンターはかつて人々を救った英雄でしょう。もっと尊敬されて叱るべきなのではありませんか？ファントムハンターが忘れ去られてしまった現状を訴えているのか？このシナリオにはそんなメッセージが込められていたんだね。だからここにあるお宝を独り占めして自分が得るべき財産と名誉を手に入れようと思ったのか。宝の在りかを知っていたのにどうして自分で取りに来なかったんだい？そのためには最後の鍵が必要だったからです。この最後の試練をくぐり抜けられるのは正真正銘のファントムハンターのみ。しかし私欲のために他人を傷つけることをも厭わないフロリアンはとっくに宝を手に入れる資格を失っていた。宝物って一体何なの？鍵も手に入れたことだし、いっそのこと中に入ってみようよ。それは皆の最終決定か？ここまで来て気にならない奴はいないだろ。フロリアンは抑えたから横取りされる心配もないしね。くそ、おとなしくしていろ。じゃあみんなで一緒に扉を開けよう。行動決定だな。みんなの視線が注がれる中、100年もの間閉ざされていた扉が開いた。扉が軋んでおぞましい音を立てる。まるで深い眠りから目覚めた巨人があくびをしたかのような音だった。きっとここに隠された秘密も扉と同じくらい重いものなのだろう。見たい。冒険の一番の醍醐味ってやっぱりお宝を見つけた時だよね。私にも見せて。あれ、石碑が一つと古い武器。これのどこがお宝なんだよ。ただのボロボロの倉庫じゃないか。もしかしてクラブの経費が尽きちゃった？なんだよ、最初は結構没入感があったのに一番肝心なとこでがっかりさせられるなんて。厚紙で作ったモラでもこれよりマシだぞ。いや、私分かったかも。パイモン、これがファントムハンターの宝なのよ。え？
そんな、こんなものがお宝だなんて、こんなものが、いや、ありえません。絶対にありえません。うわぁ、急にどうしたんだよ。どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。しばらく外で心を落ち着かせてやった方がいいだろう。ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者もいるようだ。しばらくの間周辺を探索できる。ウォルト。石碑に書かれた名前。古びた武器。気分はどうだ？少し良くなったか？これは一体、ここに来るまでの出来事や自分の体に何が起きたか覚えているか？確かあなたたちをここに誘導して、あ、まずい、洞窟に爆弾が。これのことか？え、どうして？洞窟に入った時なんとなく違和感を覚えたから注意して観察していた。もう全部取り外してある。あ、さすがフォンテーヌ最強の決闘代理人。ファントムハンターとしての腕前も全く衰えていないようですね。そちらこそどうなのだ。そろそろここまで誘導した理由を教えてくれてもいいだろう。先ほどのあなたの見事な告白が演技だとは思えなかった。幸い仲間たちはテーブルトークシアターのシナリオだと思い込んでいるようだが。私にもよくわからないんです。まるで心の中に自分以外のものが忍び込んだような、怒りと焦燥に満ちていてというか、あれが自分自身の感情だったのかどうかということさえわからないんです。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに怒りを抱いていたのは事実です。いつの間にかその怒りは抑えられないほど膨らんでいき、そしてある時ふと父親から聞いたファントムハンターの宝のことを思い出しました。狙いが宝物だけならなぜ爆弾を置く必要がある？あなた自身も埋もれてしまう可能性があったんじゃないのか？それも覚えていません。
頭の中がぐちゃぐちゃで、ファントムハンターを駆逐しろという声が何度も聞こえていた気がするのですが、今はもうその声も聞こえなくなりました。聞いた限りそれはおそらくソウルドリンカーの仕業だろう。あ、ソウルドリンカー、ん？あなたの師匠、いやお父上から聞かなかったか？数百年前の魔物のことだ。いえ、聞いたことはあります。ただどうしてそれが原因だと。あ、まさかあの封印。封印？うちは代々ファントムハンターを生業にしてきましたが、同時にある魔物の封印も受け継いできました。常に封印の状態を確認し、定期的に手入れするようにと父によく言われたものです。それは長きにわたって受け継がれてきた我が一族の最も重要な使命なんだと。しかし父が亡くなってからというもの、私はそれをおろそかにしてしまっていました。ある日ふと思い出して、封印が置いてある地下室まで行ってみたら、その後のことはあまり覚えていなくて。ただ人でしかなかったファントムハンターにとって、当時ソウルドリンカーは相当手強い相手だったのだろう。奴を倒すほどの力を持たない者は逆に奴に心を侵され惑わされた。だから一部のファントムハンターは解決法としてひとまずそれを封印することを選んだ。奴は人の心の中の欲望や執念を拡大し、最後には宿主を操るようになると聞いたことがあります。どうやら私は腕前もさることながら心の強さもまだまだだったようですね。そういえば三本の鍵をどうやって手に入れたんだ？それぞれの鍵は皆に信頼されるファントムハンターに預けられていたはずだが。一本は父親が持っていたもので、一本は盗んだものです。もう一本はファントムハンターが酒を飲んだ帰り道に奪ったものです。危うくその路地で死ぬところでしたが。あなたの強さはフォンテーヌ人なら誰でも知っていますし、観察したところ普段の暮らしにも一切の隙がなかった。酒を飲むところも見たことがありません。唯一思いついた方法はあなたの趣味を利用してここまで誘導し。あ、そういうことだったのか。魔物の狙いはファントムハンターの宝と共にあなたを生き埋めにすることだったんですね。何はともあれあなたのシナリオは悪くなかった。はあ、自分の本当の気持ちを書いたものだったからかもしれません。父から聞いた伝説、英雄、かつてのファントムハンターの輝かしい活躍、そしてその全てが忘れ去られる虚しさ。それだけじゃない。え？わずかではあるが、あなたの心の中にはファントムハンターとしての誇りがまだ残っていた。冗談はやめてください。あれだけ卑劣なことをしたのです。誇りなんて。だって邪悪な魔法使いなんだろ。あなたが書いた物語の中で人を欺く魔法使いは悪役として登場した。それは奴への反抗心があなたの中にあったからではないか。しかし握った剣を怪我してしまった以上、そんな資格なんて。目を覚ませ、フロリアン。最初自分がどう自己紹介したのか思い出すんだ。ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っているのか。ファントムハンターだったというお父上に一体何を教わったんだ。その剣は自分のためじゃなく守るべき人のために握るものだ。名誉など取るに足らない。ずっと追いかけてきた宝の正体を目の前にしてもまだわからないか。これこそが
ファントムハンターが残すべきものなんだ。はい、その通りです。私はファントムハンター。これからは罪を償うため、いえ、人々を守るために尽くします。罪もきっちり償ってもらうがな。はい、もちろんです。弁明するつもりはありません。なら今から戻ってこのシナリオを最後まで演じ切る。協力してくれ。演じ切る？でも続きがありません。書き終わっていないのか？そのあなたたちをここへ呼ぶところで物語は終わっています。それがこのシナリオを書いた目的でしたので。なら続きを書いてくれ。邪悪な魔法使いを倒しに行くんだ。と言いますと、あのソウルドリンカーを？それは今から書けということでしょうか？難しいのか？ここまで書けたのだから、ファントムハンターが邪悪な奴を倒す結末を書くことくらいさほど難しくないだろう。私も手伝おう。しかし、お友達の皆さんが危険に遭うかもしれません。いいんですか？皆、腕は確かだ。それに、今はまさに皆の力が必要な時だ。でしたら、直接そう伝えればいいのでは？そんな興ざめなやり方はしたくない。それに、皆の幻想を守ってやることも大事なことだ。そうだろ？影を撃つ。おかえり。遅かったな。ファントムハンターの仲間たちよ、どうか私を許してください。私の犯した罪を許してください。大げさで不自然だ。すみません。先ほどの戦いで戦う皆さんの勇姿を目の当たりにし、私はようやく自分の初心とファントムハンターとしての誇りを取り戻すことができました。なるほど、自分の過ちに気づき悔い改めるという設定なんだね。実は先ほどの私の行動はあの邪悪な魔法使いの影響を受けたものでした。私はあなたたちをここに生き埋めにしようとしたのです。邪悪な魔法使いって言ったか？はい、この国に潜む邪悪な魔法使いは人の欲望を増長し心を操る術に長けています。私は心が弱く奴の誘惑に負けてしまったのです。ふん、もうお前の言葉には騙されないぞ。お前が本当に反省してるって証拠はあるのか？それは実は宝を目にした瞬間目が覚めたのです。父の教えを思い出して。宝の正体は歴代のファントムハンターの名前と彼らと運命を共にしてきた武器。そうでしょ？え？知っていたのですか？もちろん、テトシアプレイヤーの探索能力、いえファントムハンターの探索能力を甘く見ないでちょうだい。さっき石碑に書かれた内容をざっと読んでみたんだ。石碑にはいろんな人のストーリーや功績が書かれていて、とても興味深かったよ。例えばこのエストというファントムハンター、彼女は黄金の狩人の意志を受け継いで審判を司った人物だったらしい。そんな厳格な一面とは裏腹に、普段はみんなと一緒に歌ったり踊ったりするのが好きだったと書いてあったよ。へえ、フリーナと似てるんじゃない？そうかい。なるほど、その線で考えると
このウォルトって名前のファントムハンターは僕と少し似てるかもね。彼は処刑人で、戦闘中に変幻自在にトリックを駆使することで敵の目を欺いたらしい。当時はどんなマジックを使ってたんだろう。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に記録したら数えきれないほどの伝説や物語が生まれただろうに。なんで誰もあいつらのことを覚えてないんだ。それがファントムハンターたちの選択だったからです。狩るべき魔物が暗闇に現れるならば、彼ら自身も同様に暗闇の中を生きる必要があります。だからファントムハンターたちは名声と富を諦めたのです。となると、おそらくこの石碑はファントムハンターの仲間が残したものなんだろうね。はい、ファントムハンターは自分の功績を見せびらかすようなことはしません。ただ静かに街を守っているだけで、夜に仲間と一緒に焚き火を囲むとき、誰がよりすごい魔物を倒したのか些細な自慢話をし合う程度です。この石碑は人々に覚えていてもらうためじゃなく、仲間を忘れないためだったんだね。だからこんなに隠れた場所にあったのか。静かに佇むいくつもの名が刻まれた石碑に、あなたたちは心を揺さぶられた。自分たちが歩む道は決して孤独な道ではない。過去にも、そしてそう遠くない未来にも、同じ志を持ち共に闇夜の中を進んでくれる仲間がいたと教えられた気がした。彼らの精神と名前はこの石碑のように受け継がれていき、末永く世に残り続けることだろう。父さん、道に迷ったら宝を探しに行けというのはこういう意味だったんだね。ありがとうございます、心優しき友よ。どうか私に罪を償うチャンスを与えてくださいませんか。王都の民を苦しめる邪悪な魔法使いを倒すために私も参戦させてください。よし、わかった。誰でも過ちを犯す時はある。それをどう正すかが大事さ。うん、僕もそう思う。ところで、魔法使いとの戦い方についてフロリアンさんは何か知ってるかい？はい、意識を乗っ取られている間、あいつの心を感じていました。宝のことが思い浮かぶたび、明らかに伝わってきた感情があります。恐怖です。ん？お宝が怖いのか？でも石碑と古びた武器以外何もないぞ。もしかしてここにある武器の中に何か秘密が隠されてるのかな。ゲームマスター、操作していい？一見何の変哲もない武器だが、意識を集中するとわずかながら何らかのエネルギーを感じた。無数の魔物を斬ってきたそれらの剣は、長い年月を経てもなお鋭く輝いている。まるで共に戦うファントムハンターの到来を待っていたかのように。武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術が好きだったそうだから、きっと僕と気が合うだろう。いい選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。彼も弓使いだったみたいだしなんだか奇遇だね。みんな選んでるぞ。オイラたちも選ぼうぜ。武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。長らく受け継がれてきた死をも覚悟して魔物との戦いに臨む意志だ。フロリアンさん、邪悪な魔法使いの隠れ場所を知ってるかい？
奴と思考がつながった時、周りの光景が見えました。おそらく王都の教会の中に隠れていると思います。くれぐれも気をつけてください。奴は昼夜魔物と共に過ごし、自身もすでに魔物へとなり果てています。そう簡単に倒すことはできないでしょう。そうなのか。じゃあもっとすごい装備を集めてきた方がいいんじゃないか。万が一負けたらどうするんだよ。それは…いいえ、今こそが絶好のチャンスです。私が奴の支配から抜け出せたおかげで奴は弱っています。回復の時間を与えれば今の居場所から逃げ出してしまうかもしれません。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。この機を逃すわけにはいかない。町の人々は僕たちの助けを待ってるんだ。うん、解決策が見つかったからには早速行動しよう。これ以上先延ばしにしたら事態はもっと悪化するかもしれない。はい、まさに。そうそう、その通りです。はい、お前らに説得されちゃったぜ。じゃあフロリアンさん、道案内をよろしく。わかりました。ではついてきてください。シーンの切り替えにしょっちゅう対応しつつ芝居までしなきゃいけないなんて大変だな。そうして王都の平和を脅かす魔法使いを狩ると決心した狩人たちは出発の支度を済ませた。後ろに佇むずっしりした石碑から厳かな眼差しが向けられた気がした。それは信頼する戦友に捧げる悠久の祝福を込めた眼差しであり、あなたたちの凱旋を待つ期待の眼差しでもあるのだろう。Is this next? I think the next story part is climax, which is we're gonna beat the boss and the conclusion, epilogue, blah blah blah. Let's continue tomorrow. That's all for today, guys. Thank you guys for joining stream while it is here. Thank you guys for joining my stream.And I hope to see you guys again tomorrow at the same time, at the same place. You have some free time? You can rewatch my recorded live stream on my Twitch or my YouTube channel. And yes, that is all for today. So stay safe, stay healthy, and get vaccinated, guys. Peace out. Have a good day. Bye bye. It is really near.Thank you.